まあ、あの明日一人あの守備貸してって言ってるんで伊藤さんじゃあ。あじゃあ俺向こう守備ってことで。あじゃあちょっとはい出します。行きましょうか。いいですか伊藤さん。伊藤さん。せっかく来てもらってからちょっと伊藤さん体温まってもらって。いるのに。なんかその方がなんかあの気が楽になる。伊藤さんも。じゃあ。分かってるよ。レフトかライト。分かってるよね。ライトかな。何を。伊藤さん向こうの守備。師匠ちょっとビヨンド借りるよ。3分ぐらいスタート遅れてよ。一番近いとこがいいじゃん。じゃあライトで。じゃあライト。うん、石を貸せばよかった。ライト穴だぞ。いや穴じゃないから。うん。まだがない。ちゃんと本気で取っちゃうんですよ。伊藤さん絶対本気で取っちゃいますよ。取っちゃう。あの人毎年どんどん運動能力上がってるから。昨日足つってたよ。ファイトアタックで。で今日も運動した。明日駅伝で強いしよね。今目標伊藤さん明日駅伝川崎まで遠征に行くんですよ。マジに朝一でタフやね大変なんだ朝からあのタフやね学校に朝7時仕事タフだね駅で川崎で朝7時ってことは4時ぐらいに起きて5時に出発しないとわきついねあいや学校に集まって学校から川崎まで行くだから川崎に着くのが10時ぐらいでいいんだよ5歳ボールの方でタフだねチームなんですけど、ね、試合した2人はボールバック。結構いい手打たれたね。打たれたバイト。最近のアスレチックス。オーストラリアのチーム絶対行けないよ。いいようになった。オーストラリア。うん、WBC の。オーストラリアチームがさ、アスレチックスのチーム、あのユニフォームと同じで、ここがさ、あのアスレチックスの A がオーストラリアの A のそのまま使えるし。過ぎてるからだな。そうだろうね。違うか。そうかもね。ナイスナイス。走れ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 。あるよあるよあるよ。もらった。何やんだ何やんだ。ナイスキック。はい、悩んだちゃんとあっちにゴールしないとダメだよゴールするときはさあ続いてリリリリリリキャッチャーの方が早いな。いや、キクちゃんここで打ったっけ？坂井ちゃんと打った。ああ、そうだね。坂井さんだね。坂井ちゃんが逃げに打ってるね。うん、ここでね。坂井でも。あ、ナイス。ナイス、ナイス。ワンスリーね。今日朝一回やってきた。じゃあ一回。夜だから花火か。夜は打ち上げ花火。オーケー、ナイスラン。ナイラン、ナイラン。ピッチャー、ピッチャー。さあ。
フルカウントでバッチ。際どいとこも行こう。テリちゃん臭いとこかかったね。あ、キューチ。ガズボールでいいから。進めよ進めよ。あ、ちょい飛びすぎか。あ、落ちる落ちる落ちる。ストップストップストップ。ナイバッチ。ナイバッチ。いいね。いいよいいよ。ストップストップストップ。よし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 。ならなら。そうだよね。これ普通だよね。向こうは走んなかったけど。はい。ついたよ。ならなら。簡単に追いついた。いいよ、好きなように打って。バストのせいからストップストップ届かなかったよ。欲張りすぎ。スライディングはね、減速してた。あれがダメだよね、キャッチャーが近い近いから。ナイスロー。ナイスセン。ナイスセン、ナイスセン。科学より年下。マジか。ヤクルトの山田に顔に入れてね。おおおお入った。ホームランだ。入ったー。すげえ。入っちゃったよ。なんだそりゃ。すげえ。すげえ。長い力だな。90m。弾丸ライナーでいったね。すげえ。ナイバッチ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 。すみません、アウトにならなきゃよかった。意見入ったのに。ごめんなさい。まだ入る、まだ入る。いや、びっくりしたな、あれ。すげえ。すみません。タッチャーの違って、ちゃんとビデオ入ってるぜ。見たよ、あれ、打球。すげえな今のバッティング。すげえな今。久しぶりだ。高校時代甲子園とかは出てた。あと1個で甲子園して。決勝まで？どこで？どこの県で？鹿児島。鹿児島実業の人？実業に負けました。実業に負けた人。すげえ。マチ！おお。負けじと走れ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 。よっしゃー。内野安打内野安打。内野安打だ。さあ4人連続ヒットだよ。すげえ。すげえ。ワンアウトだけど。そうか、4人連続ヒットで俺がアウトになっちゃった。そうだったんだ。まあでもね、後ろに転がったからね、思いきや、そこに止まっちゃったからね、ボールがね。でも多分ね、なんかボールもミスするからね。いや、意外とね、キャッチャー、強い、肩が。いや、でもいいもん見たな。失敗したな。若干ね。さあ、行こい！アレクセイ、行こう！大失敗こいたな。でもまだ今シーズンこれで打率全員10割だから、今のところどこまで続くかな、これ。オッケー。危ない危ない危ない。盗塁なんてやめなさいよ。キャッチャー肩強いから。キャッチャー肩強かったね。いやー、行くんでしょ、あれ行くんでしょ。
行くんじゃない、つないでこう、つないでこう、意外がキャッチャーかなり肩強いよ、気をつけてねよっぽどモーションで迫ないと、オッケー、さあ、加賀くん続いてこう4、5、6、ワンアウト、ワンアウト、ワンアウト、宇佐美さんの走塁でワンアウトだよあれ鈴木さんダメだ、やめとけってもう、よし、どんどん打っていくぞ、はい、ナイスナイス、また走塁でアウトか、違う違う違う、もう離れてるところぐらい、本当視覚だから見えない、まあね、あっち側は視覚だから、ルシーいないしね、そう、ルシーいないから、ツーアウトね、ツーアウト、はい、ナイスナイス、出たね、すごいね甲子園のね、鹿児島県予選の決勝まで行ってんだって、マジ、あの鹿児島、誰出てるんですか、その時は、あ、トップから近いとこよ、ツーアウトだからね、はい、鹿児島、プロだったやついないです、あ、いない、広島に行った野田ってやつ、あ、ね、広島君高校は、高校はいないです、プロ行った、だから何高校、鹿島城西ってやつ、勝ちしか知らないね、そうだ、結構、でも、有名よ、横浜にいた細山のキャッチャー、あ、そうなんだ、ダイエーっていう、あ、そうなんだ、首になっちゃった、今、そういうだけ言ってるね、そうっす、へぇ、すごい、ドラフト1位だっけ、うん、はい、ナイラン、ナイラン、神戸学院、あ、そっか、フォアボールか、これ、鈴木さんのほら、西村君後ろからちょうどいいところでね。
あ、そうか、鈴木さん、マヤボで見てたんだ。よし。終わった。2点しか入ってないでしょ。2点、2点。ね。